栃木の名店を訪れて美食をめぐるとちめし。栃木市新栃木駅近くの居酒屋ロバタ道炎天下、古民家をイメージした開放的で落ち着いた店内。料理は定番のものから創作料理までおよそ80種類、豊富な料理と美味しいお酒を目当てに地元の方たちの憩いの場として連日にぎわうお店です。そんな炎天下の自慢がこのオープンキッチン。やっぱロバタがメインなので大きい焼き台がこの中にどんどんステージみたいな感じになって、そこでいろんなもの焼いてるとおいしめなにそれちょうだいっていう声もあったりとかして、お客さんから見て楽しんでもいただけるようロバタ焼きの醍醐味を味わえるのが串焼き。おすすめのセットを作ってもらいました。名物のつくねに豚しそ巻き、大きなエビを豚バラで巻いたもの、そしてネギマとささみの5種類、じっくりと焼きすぎず絶妙な火の入れ加減で焼き上げていきます。食べ応えを重視して一本一本がボリューム満点なのも特徴です。焼きたて熱々の串焼きのセット、おまかせ5本盛り。5本盛りだと2人3人ぐらいですごい楽しめる串盛りなんじゃないかなと思うんですけど、創業当時から手作り棒つくねっていうのを出してて、それも串盛りに入れるのでそれも結構お得栃木市の憩いのお店でいただく熱々の串焼き料理。この週末食べに行ってみてはいかがでしょうか。